失礼な物言いをしたお詫びと感謝を込めて。何？アリナはお盆の実を3個手に入れた。木の実なんかでごまかされる。ん？これはなんだ？サブクエか？もしや。どうも。クラフトが好きそうなあなた、ぜひお願いを聞いていってください。はい、何でしょう。ぜひとも私のとっておきレシピでクラフトをしてみてほしいのです。ほう。材料は？ということでいきなりですが、そのレシピを渡しておきますね。なんだろうか。アイナはポケモンこけしのレシピを手に入れた。こけし？で、もしかしてさ、自分の部屋というか、貸してくれとる家？あそこなんか飾れるようになったりせんのかな。レシピ、ポケモンこけし。ポケモンこけしのレシピ、材料は木材 ×3。お、なんか結構簡単そう。その名もポケモンこけし。私が考え出した工芸品なのですが、ぜひあなたの手でクラフトして、その出来栄えを見せてほしいのです。あなたのこけし、楽しみにしてます。こけしを作ってくださいな。サブ任務18。木材とやらは、どうなんだ？持ってないのか。木材。え、木材って、木とかを切り倒さんといかんってことか。じゃあ全然持ってないね。全く持ってないね。あとは。ん？あっちで何かあるってことかな。全然高台ベースまでの距離じゃないもんね、これ。すぐそこの、ベースキャンプで、何？なんか呼んだ？銀河団本部。大した建物だよね。巨大よね。あれ？呼んだの君だった？よう、あんたにいい知らせさ。説明も煩わしいからさ、高台ベースってところに行くよ。了解。はぁ、強制的に連れて行かれて。これあれか、怪獅子とかいうやつ。怪獅子に語ったのよ。アイナってやつが荒ぶるバサギリを沈めるために、原野を駆け回ってる。あ、もしかして、乗れる？しかもそいつは混合団でも真珠団でもない。時空の裂け目から落ちてきた迷い人なのによってな。そうしたらご覧の通りよ。協力してくれるってことやろ？ありがたいだろ。怪しはあんたを認めたんだ。だったらよ、笛を渡すべきだよな。笛？よね、頼んだぜ。自由自在に操れる笛ってこと？大事なことを教えるからよ。耳を澄ませて聞きな。何？ポケモンの笛みたいな、なんかもっとポップなやつかと思ったら違うね、全然。ヨネが鳴らしたのは神なぎの笛。怪しいを呼び寄せ、乗せてもらうための大事なもの。ほう。神王様から授かったと伝わる神なぎの笛。あんたに譲るぜ。やった、これで早く移動できる。絶対そういうもの必要よね。でも崖とかも飛び越えれるようなものがあったらいいかな。パラシュート的な。パラシュートっていうか、グライダーというか、神なぎの笛。特別なポケモンを呼び出し乗せてもらうことができる笛。不思議な音色を奏でる。いいんだよ。俺には笛の才能がねえから。今の旋律、あんたも奏でるんだよ。あんな一瞬で覚えると。そして覚えたの。すごいな。どう？これで、言うこと聞いてくれるんすか？怪しはアイナの旋律を心に刻み込んだ。お。何あれ。怪しから不思議のプレートを受け取った。なんかちょっと困っとるけど。エスパーのタイプの石板、あるポケモンに使うとエスパーの力を得る。何それ。どういうこと？タイプが変化するってこと？さあ、神なぎの笛を吹き、怪し様と駆け回りな。巨木の戦場にいる、バサギを沈めるんだよね。怪しいと失踪すれば、原野のどこに行くのもあっという間よ。マジで？本当に？でも結構な巨大な崖とかあったけど。アイノはライドポケモン怪しいを呼び出し、失踪ができるようになった。
ポケモンライド。プラスボタンでライドポケモンを呼び出し、ポケモンの力を借りることができます。ライド中も野生ポケモンの攻撃や高い場所からの落下には注意しましょう。あ、そっか、ポケモンライドができるってことは、そのうち、飛行ポケモンに乗れるようになるってことか？ん、ここにもなんか、どうした？サブクエか。ポケモンと一緒に風船ちゃんに体当たり。何？風船割り？調査隊の君、ポケモンに乗って草原を駆け抜けられそうだね。今まさにそうなりました。よかったらおじさんが考えた遊び、風船割りをしてみない？ポケモン乗って風船ちゃんを割った数を競う簡単な遊びでね。まずは17個以上、風船ちゃんを割ってみよう。風船にちゃん付けがすごく気になるんだが。え、てかここどこ？高台ベースこれ。おじさんはここにいるから、風船割りがしたいときは声かけてくれ。うんうん。原野の風船割り。じゃあ挑戦しようかな。乗って挑戦した方がいい。あれ？話しかけたら消える。ポケモンに乗って体当たり。目指せ風船割りの達人。まずは17個以上、風船ちゃんを割ってみよう。さあ、挑戦していくかい？お願いします。風船ちゃんは全部で30個。45秒以内にいくつ割れるかな？パパパーンと頑張ってね。あ、勝手に呼び出してくれる。風船ちゃんって、不安定のこと？あ、偽物か。びっくりした。なるほどね。偽物だった。不安定を模したものだった。え、ね、このスピードじゃないと無理なん、これ。あれ？ジャンプとかできんわけ？あ、でもあれなんやね。ダッシュはできる。こうこう。あれ？もうないんですが。ちょ。ね、これはどうやっていい？あ、なるほど。これで。は。ね、あとどこ？え、あとどこ？え、なくない？まだあの先にあったんかな。お疲れ様。今回割った風船ちゃんは14個だね。まだまだ駆け出し。そんな君にはこれをあげよう。アイノはキラキラ蜜を手に入れた。琥珀色に輝く蜜。虫ポケモンやフェアリーのようなポケモンの好物で投げた場所に引き寄せることができる。ふぅ。いいやん、いいやん。ねえ、ちょっともう一回。17個以上目指したい。全部で30個どこにあったんだ？もっと先があるってことか？よっしゃ、行くぜ。あ、横にジャンプとかダッシュとか書いてるやん。見ろよ、ちゃんと。見ろよ、ちゃんと、私。あ、待って。ふら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 する。なんか増えた気がする。ずっとあった？あれ？あ、こっち。なるほど。ひえー。割らせてくれ。おー、いいね、いいね。17いったよ。ひえー。これちゃんとあのおっさんのとこに戻されるんやろ？あのおっさん。そこまで。くそ。何個？お疲れ様。今回割った風船ちゃんは22個だね。なかなかやるじゃないか。そんな君にはこれをあげよう。鉄のかけら。天然の金属片。各種のモンスターボールを作るとき加工して留め具などにする。ということは目標の17個以上を達成だ。おめでとう。ありがとう。やった。とりあえずこれでクリアやね。風船割りは他にもあってね。うちは中でも一番簡単。でしょうね。一番最初のやもんね。てか他の場所にもあるんや。君はすべての風船割りに挑戦し、限界を超えられるかな？無理な気がする。無理な気がする。よし、行きますか。てかさ、あ、いや、ずっとやっけ。この、何？この、マップが出てないのって、ずっとやったんやっけ？ダッシュダッシュ。あ、このダッシュできるのめ、いやー、危ないよ、危険だよ。助けてー。
あ、めっちゃいい、超楽移動。ただあんまり調子に乗って進んでいきよったら崖とかに落ちてしまうっていうしかも道を把握してないけん。誰君。真珠弾。たまに揺れている木があるだろう。あれって木の実がいっぱいなってるからポケモンが食べているんだろうな。揺れよる木ある。あー、あれか、前になんか、でもあれは岩じゃなかったっけ。それと同じような感じで揺れよる木があるってこと。めっちゃいい感じに進んでいける、楽しい。コダック捕まえたよね。捕まえてなかったっけ。どうやっけ、ちょっと下ろして。はっ、いけい。どうだろうか。やった、捕まえた。あ、初めてやったね。なるほど、初めてのコダック。この辺めっちゃコダックおるやん。うん、あそこになんかケムッソやった。特になんでもない、ケムッソだった。あとは別に何もおらんかな。ツバッとか。怖い。お、落ちるところだった。でもこれジャンプとか。あー、助けてください。無理じゃね。じゃあこっちに戻りたい。あぶねー。ね、そこにストライクおるんやけどさ、ストライクって捕まえたことないことない？ないよね。あ、ちょっと待って、どこから渡っていけばいいんだ。あ、そっか、こっち。はあ、ジャンプをしようと思ったんやけど、ちょっと違うことになった。全然違うことになった。こっちにおったよね、さっきの。へい、いたぜ。ストライク。捕まえれるかな？怖いよね、ちょっと。お。どや？ドシッと言ったけど。どうすか、どうすか。お、やったね、捕まえた。イエーイ。イエーイ。さあ、行きますか。お、いたいた。どうも。バサギリを沈める三段。銀河団に建てられたというのかね。まあ、とりあえず。何？バサギリの鉱物を投げつけやすいよう加工する。なんで着想。銀河団が持ち込んだ科学の力ってすげえ。科学の力ってすげえ。ここできた。バサギリに鉱物を食べてもらえるなら俺もテスト。さあ、作るとするかね。科学の力ってすげえ。あれよね。なんか歴代ポケモンで一番最初の街に必ずおるお兄さん。こら、キクイ、私を待て。どこに行ってたんだ。毎度ながら思うけど、めっちゃ水着みたいな格好してるよね、ちょっと。約束通り、バサギリの好物、コロコロ豆を持ってきたよ。かわいいね。あ、申し訳ないね。カイさんのこと忘れていたね。私たち真珠団の問題。解決できないなら、銀河団に任せるしかないけれど。だが、本当に任せてよいのか、という思いも悩みにあるんだ。いやー、まあそこは意地張りよる場合じゃないやろ。銀河団と私たちとでは、風習も考え方も異なるから。そこでだ。あなたを試させて。勝負？ポケモン勝負ですか？モンスターボールで捕らえたポケモンを刺激して戦うようだけど、私にも兄弟とも言える頼もしいポケモンがいるからね。何？私とグレイシアに勝ったなら、バサギリのこと任せるから。グレイシアって？イーブイの派生系やっけ。どうする？戦うの？戦わないの？じゃあ戦いましょう。グレイシアの強さに心の底から震え上がって。でも私、今の頭の中に、あ、この子か。なるほどね。頭の中にはね、エイフィーしか思い浮かんでなかった。響き的にさ。キエー！で、ちょっと待って。ムクバード、間違えたよ。ムクバードと入れ替えていいっすかね。
違うんだって。ムクバード入れ替えます。ちょっと今入れ替え方がわからんくなりよった何かと役に立ってくれるムクバード。ツバメ返しで。グレイシアって何系？エスパーとかじゃないの？わからん。何系なんかは全くわからん。ちょっとそんな連続で3回とかずるくないですか？めっちゃずるくないですか？あれかな、こっちが力技とか使ったけんかな。つら。よっしゃ、火の嵐。キノコで。今回も力技やけど、どう？草系？あ、そっか、草系っておらんかったんやっけ、エブの進化系で。なるほどね。あ、見て、コリンク進化可能になった。そうか、ボールはあくまでも道具。捕獲したポケモンを相棒として心を通わすこともあるのか。あなたであれば大丈夫かもね。ではポケモンを回復するよ。進化ってどうやってさせたらいいんやろ。銀河団の三段とは何？鉱物をどうするのか教えてくれる？ね、コロコロ豆だけ？なんか2種類みたいなのやらんかった？え、荒ぶるバサゲに近づけないというのであれば、鉱物を玉にして投げつけ沈める。なるほどね。沈め玉とも言うべき発明だね。あ、それいいやん、沈め玉。うん。荒ぶるバサギリのため、魂を込めて沈め玉をお作りしよう。なんかもっと変な名前つけてなかった？おー、いっぱいできたね。山盛り。できた！山盛りの沈め玉。バサギリも落ち着くだろうね。それでは森キング、バサギリをお呼びするかね。はい。うちの子たち回復してくれた？合点。回復してくれてなくない？大丈夫？森キング、バサギリ。お祭りの時期ではありませんが、お好みの食事を整えました。天と地の間にて、働きたもう我らのキングよ。感謝の気持ちを捧げます。お姿を現したまえ。アイナ、バサギリに注目して。大事なのは回避だよ。技を回避して、沈め玉を投げるんだ。お？グラッシャー！勢いがすげえ。何？ポケモン勝負じゃなくて私自身ってこと？なんか、イチョウ？ん？違うんかな？なんかイチョウの葉っぱみたいなんじゃなかった今。ねえ、そんな感じよね。手が。森キングバサギリ。なんかポキッと折れそうな腕してるけど。めちゃくちゃ光り輝いとんね。キングとの勝負。沈め玉を当てることで荒ぶりゲージを減らすことができます。荒ぶりゲージがゼロになると勝利です。なるほどね。ポケモン勝負だけじゃないんや。人間体でか。人間体でっていうのもちょっと違うか。キングに隙が生じた時にポケモンボールを投げることで戦闘もできます。ほうほうほう。戦闘で勝利するとキングは無防備になり、沈め玉の効果が増します。あ、なるほど。戦闘することもできる。なんか超怖いんですけど。いやー、ポケモンを投げて戦え。今だ、間違えた。いけ。なんか回復しとったんやね。多分相手虫か本。何何系？怖い怖い怖い。電気？まあ、確かにビカビカしとるけど。何系なんすか？火の嵐でいきます。いまいち把握しきれてないんやけど、相手が何なのだか。とりあえずちょっと火の粉で頑張ってみて。虫か草かなって思ったんやけど。おお、でもいい感じに普通に減らす。ステルスロック鋼系？てかあれよね、私も沈め玉で応戦せんといかんってことなんかな。どうなんや、違う？眠ってくれんかな。念力で行こうか。
ボス系にはね、催眠術とかそういう状態異常系効かんこと多いもんね。あー、またやられそうな気が。うぃー、ギリギリめっちゃギリギリなところでとどまりましたけど、いける。念力、おっしゃ、いいぞいいぞ。沈め、ダマ、いけいおっしゃ、連続で当てまくる。一応まああれか、別に別にいいよね、沈め玉だけでも。いい、怖いよ、絶対走ってくるやつ。そうね、落ち着いて当てやすくなるっていうだけやもんね、ポケモン勝負やったら。ひー、跳ね飛ばしやがったな。一応無限大にあるんよね、沈め玉。それは助かる。これはちょい近いのではないだろう。お、待って、ポケモンを投げたとか、ちょっと起こしてしまった。今、気絶というか、ピヨピヨなってたので。でももう結構、てかさ、あれじゃない、沈め玉したら落ち着くんじゃなかったっけ。みじんも落ち着いてねえけどマジでみじんも落ち着いてないですけど。ポケモンを投げて戦います。あれ待って、出せなかった。これは私の体力が、私の体力ってどこで見るんだ。アイナは目の前が真っ暗になった。バサギリの突進攻撃は横に向かって Y ボタンの回避でかわしましょう。 Y 回避やったんやっけ。勢い余ったバサギリが壁にぶつかるとポケモン勝負のチャンスが訪れます。あ、なるほどなるほど。手持ちのポケモンボールを投げて戦いましょう。ちょっと今何言ったんかわからんけど、ポケモンボールを投げて戦いましょう。再挑戦します。これで沈め玉を、いけいけいけ。あ、こういう状態の時ってさ、沈め玉でのそのダメージというか、あれも結構大きめな感じですか。よし、ポリンク、もうね、あとちょっとだね、あとちょっと。電気ショック、電気ショック、いけい全然だな。しかも破片で倒れてしまったよ。ちょ待って、私が行くわ。もうあとちょっとや。あ怖い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 。でも、あとちょっとなので、もういけると思うんだ。へぇ、怖い。ちょっと近い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 。うわ、なに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 、やっつけた？え、今のさ、ちょっと残ってなかった？そのちょっとはストーリーでいてくれる感じ？え、なんか、召されていきよらん、大丈夫？あ、なるほど。あのキラキラがもともとじゃないんやね。あれ本来の姿かと思った。もしかして喋れる、なんか喋りそうな気配そんなことはないか。バサギリから玉虫プレートを受け取った。虫のタイプの石板、あるポケモンに使うと虫の力を得る。なんかさっきまでピカピカ金色というかね、黄色っぽい感じやったけん、イチョウって感じやったけど、なんか今あれやね、まだ熟してない感が。なんなんだ。バサギリの全身から光が消えていった。あれが本来の姿なんじゃね。モレキングバサギリ、静まったと考えていいのかね。いいと思うよ。
やはり不思議な雷がバサギルの力の源だったの？雷が表面にとどまっとったってことかな。そうかも。私の考えはこう。先日、時空の裂け目から不思議な雷が落ちた。やはりバサギリはあの雷に打たれ、荒ぶったのではないだろうか。多分そうやと思う。時空の裂け目？やはり時空の裂け目の向こうには神王様がいらっしゃって、不思議な雷はそのお力なのかね。それは知らんけども。では沈めたのは誤りでは。喜んで沈め玉を作った俺が物分かりがいいようで、とんだ間抜けではないかね。プンプン。口で。キクイ落ち着いて。森キングバサギリは、新時代を襲うポケモンを退けてくれるありがたい存在。本物の神王様の加護を得たなら、意味なくポケモンや人を襲うなんてありえないでしょ。だからアイナさんが成したことは大事なことなんだよ。うん。そうよ。分かってね。混合団とも銀河団ともことを構えずに済んだよね。ありがとう。他にも荒ぶって苦しむポケモンがいたら救ってあげてよ。ぜひともそうしたいけど、そろそろこの辺にもベースキャンプが欲しいなぁ。なるほど、合点。少しばかり取り乱したけれど、君には感謝するとしますかね。まあ、怪ししがおるけん結構早くはつけたけどね、ここまで。新時代からのお礼だよ。失礼な物言いをしたお詫びと、感謝を込めて。何？あゆな、お盆の実を3個手に入れた。木の実なんかでごまかされる。あんな大変な思いして。ポケモン食べさせると HP が最大 HP の半分回復する。ポケモンの近くに投げて注意を引くこともできる。しかも半分回復用全回復にしろや。あなたの相棒も元気にするね。何時に飲んでくれてありがとう。いえいえ。あなたが空から落ちてきたこと、私も信じる。なぜ落ちてきたのかはさっぱりわからないけれど。一見落着だけどね。ここだけの話。また荒ぶるバサギリを見たいよね。だってあの強さ、憧れるからね。てかまあ、荒ぶっとる時の方が見た目的にかっこいいっていうのはあったね。なんか伝説っぽい感じで。電木隊長に任務完了の報告をする。あ、さっきの戦闘でも、あれか。いろいろと記録が。電木団長。あ、ってことは村に戻らんといかんのかな。村、村。原野ベースに戻りましょう。さあ、とりあえず報告を。ポケモンを2匹捕まえたのですね。報告をお願いするのです。何捕まえたっけ？あ、コダックとストライクか。なるほど。ははしょぼい。しょぼい。背面取りでなんか捕まえた私。コダックかな。調査が進んだようですね。早速報告してください。ふんふん、なるほど。得られた情報で図鑑を更新します。火の嵐が完成しとって、あとは別にか。森キングバサギリを沈めたのですね。村に戻って電木さんに報告です。了解です。びっくりした、電木さんやったっけって思った一瞬。空に消えていく光。キングを沈めたのですね。はい。おや、それはもしかして、プレートではありませんか？ちょっとお借りしますよ。珍しい代物なんすかね。2枚あるんだけど。文字が刻まれていますね。宇宙、生まれた場所。そのもの、始まりの場所。ほう。神話の一部のようですが、どうやってこれを？ポケモンたちから。ほう。怪ししに認められたり、荒ぶるバサギリを沈めることで、プレートを受け取ったというのですか？うんうん。おー、血が騒ぎます。推測ですが、このようなプレートは、翡翠各地に散らばっているのでしょう。すべてを集め、文字を読み解けば、何かの真実がわかるのかもしれません。神話、歴史の謎、そそらえる好奇心。素晴らしい。これこそが人生です。では。さっきの一文一文がそれぞれに書かれとったやつってこと？めっちゃ短い文章しか書かれてないよね。まあ、そんなに、でかさもなかったけん、そんなもんかな。なるほど、なるほど。さあ、電木さん。帰ってきました、私。ん？あの、眉間のシワの人じゃなかったっけ？あれか。一番上におった、きっとここで一番偉いのであろう、あの人か。
もう誰が誰なんだかよくわからんくなってきたっていうか、最初から分かってないこの人やね。うん、大義であった。話は全て聞いている。見事荒ぶるバサギリを沈め、皆の安全安心を取り戻したのだ。お前は空から落ちてきた得体の知れぬものにもかかわらず、銀河団のために働いた。ちょいちょいなんかね、失礼よね。多少は認めようではないか。しかも多少、まだ。だが終わりではない。他のエリアでも荒ぶってるキングたちがいるという。だからこそ、ポケモンを調査せよ。ことぶき村の役に立て。話は終わりだ。なんかすごい横暴な感じ。調査隊は芋づる艇だな。お前も行くといい。お、また今日の反省会というか、あれですか？どうも。ムベさん、いつもの芋餅、今日も3人前プリーズです。あと美味しいものがあればどんどん持ってきてくださいね。ね、どこからそんなお金が出てくるの？銀河団なら無料とかそういうこと？噂で持ちきりだと？バサギリと対峙して無事だったとは運がいいことだ。アイナ君は準備をしましたし、戦いの中でバサギリの動きを観察したのでしょう。そうよ、運じゃないよ。実力よ。努力の積み重ねによるビクトリーです。すごいことですよ。アイナの頑張りで、銀エデの任務も安心だな。もっと安心したければおすすめはこれ。ベさんに教わってレシピにしたんだ。アイナは目隠し玉のレシピを手に入れた。芋餅かと思った。違うんやね。ケムリーも1個と玉ゼンマイ1個。ふんふん。バサギリに襲われる心配もなくなりました。黒曜の原野で暮らすポケモンたちを調査するんです。またしばらくは調査調査調査。アユナ。何？誰？待ってたよ、アユナ。私、ユラ。よろしくね。あのね、とても大事なお話があるの。ちょっとついてきてくれる？何？怖いんですけど。誰だよ。お知り合い？あのね、ここだけの話。翡翠に災いが散らばったの。数百年前、翡翠の地に災いを起こした者が封印されたの。だけどどうしてだか封印の不思議な術が解けちゃった。このままだと大変。お願いアユナ、解けた封印を元に戻して。なんかすごい壮大な世界を救えみたいな話になってきた。どうするの？何、夢で見たとかそういうこと？ありがとう、信じてくれるんだね。アユナは助けてくれると思ってた。まあまあまあ。アユナに要石を渡しておくね。何、要石って？紫色に光る灯火を集めることができる不思議な石。灯火を集める？封印されていたたくさんの灯火が翡翠に散らばったの。灯火は全部で107個。多いな。要石は散らばった灯火を集めるための石。要石を持っていれば、散らばった灯火も見えるはず。あ、持ってなかったら見えんのや。普通に村の中とかにもあるんかな。それはない？大変だけど全部集めて。近くにも散らばった灯火があるはずだよ。お？ほんとや。ほら、見えるでしょ？あの灯火に触れてみて。ふんふん。幽霊とかってわけではないんよね。アイナどこに行くの？灯火に触れてみて。あ、ここから渡っていけと。どこから渡ったっていいじゃねえか。道まで。お、なんか結構移動するのか、こいつ。いや、動いてはないか。ゆうたろうを思い出すね。動物の森。こんな感じ？これであと 106？ ともしび、ちゃんと要石に取り込めたね。アユナにお願いしてよかった。ともしびの場所が知りたければ私に聞いて。あと、ともしびを集めたらお礼をするから。何？すべての場所を把握してるの？ここで待ってるね、アイナ。お家に帰りな。闇夜に浮かぶ灯火。一応サブ任務なんか。本編には影響してこないの？まあ、クリアしたらクリアしたら影響あるんかもしれんけど。翌日。今日も清々しい朝ですな。銀河団の散髪店、ハイカラだね。次は誰？お、あんた、荒ぶる森キング、バサギリを沈めたアイナだろ。
ええ、そうですが。何か。すごく有名だよ。神王様にゆかりあるキングを沈めた恐れ知らずって。びくついている人もいるもの。別にそんなビビらなくても大丈夫よ。あの、あたし、ひなつ。混合団のキャプテン。特技は神結い。よろしくな。特技あ、ごめん。全国さんに話があるんだ。じゃあね。お、メイン任務、ひなつの悩み。ってことは、次は混合団の、なんかその、神様的な。あれを救わねばいかん感じかな。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねってことで、一つクリアしたら、次の人、次の人って。村はさ、ここ以外にあるのか？それとも、ここにおって、団長たちも、ここにおるんやけど、みんななんか、クエストとかでどっか行っとるみたいな？ちょっとよくわかってない。